皆さんこんにちは、ヘイシンガポールの美穂子です私はシンガポールに移住して22年、こちらで移住のコンサルタントをしています今日はシンガポールで家を借りるためのプロセスを9段階に分けてご説明いたしますこの動画を最後まで見ていただくと、シンガポールで家を借りるための9ステップとそれに関する注意点を理解できると思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧くださいねまずステップ1はビザですシンガポールで家を借りるためにはシンガポールで住めるビザが必要になります エンプロイメントパス、S パスなどの就労ビザやスチューデントパス、ロングタームソーシャルビジットパスなどのビザの取得が大前提です今回は6ヶ月以上有効なこれらのビザがあると仮定しますステップ2は自分の不動産エージェントを決めることです日本だと不動産屋さんの店舗などで写真を見ながら 物件を選んだりするかもしれませんがシンガポールでは個々の家のオーナーが自分のエージェントを持っていてそのエージェントがプロパティグルーなどに広告を出しているという形になりますプロパティグルーに広告を出しているのはオーナーのエージェントです家を借りる側をテナントと言いますが通常テナント側も自分のエージェントを用意しますいい物件を見つけても直接プロパティグルーのエージェントに連絡を取るのではなく自分のエージェントさんにそのリンクを送りビューイングのアレンジを頼みましょう テナントが直接オーナーのエージェントに連絡してしまうと後からテナンントト側ののエージェントを入れるるがが難しくなることがあります。そうなると全ての手続きを自分でしなければならなくなるので注意してください2年契約で家賃が月3,500から4,000ドル以上くらいならオーナーが自分のエージェントに家賃1か月分に相当するお金をコミッションとして払いそれをテナント側のエージェントと接班することを「高ブローク」と言います。家賃が 3, から 4, ドル以上の場合は、 借りる側も必ずエージェントを用意して家探しをしてもらい交渉もそのエージェントさんにすべてお願いしましょうコーブロックする場合テナントが自分のエージェントさんにコミッションを払う必要はありません家賃が三千五百から四千ドルを下回る物件だとオーナー側のエージェントがコーブロックしてくれないケースが多くテナントが自分のエージェントに二年契約の場合家賃一ヶ月分に当たる金額をコミッションとして払うことになります 個人契約をする方で会社もそのコミッションを払ってくれないので自分で契約したいという方は可能ですがオーナーのエージェントが作ったテナンシーアグリメントにサインをすることになりますので必ず詳細をチェックするようにしましょうこのテナンシーアグリメントのチェックポイントに関しては今度のビデオで説明したいと思いますではテナント側のエージェントがいると仮定してプロセスを説明しますまず予算いつ引っ越ししたいか住みたいエリアや駅広さ家具付きか家具なしか 寝出数の希望を伝えます古くてもいい場合は築何年までは大丈夫かも伝えましょう水予算で同じエリアだと古い物件の方が広くなる傾向があります MRT の一環は停車時間も含めて約二分ですので八駅ぐらい離れていても十六分ぐらいでついてしまいます赤や緑などの古い MRT のラインだともう少しかかることもありますが中心地でも MRT から遠い場所に住むよりも少し離れても駅近に住む方が通勤時間が短くなることもあります テナント側のエージェントさんがいても、自分でもプロパティグルーなどでオンラインサーチをしてみましょう。オンラインサーチをしているとすぐにディストリクトというのがあるのに気づくと思います。このディストリクトというのはシンガポールで不動産のみに使われるエリア分けになります。例えばオーチャルだとディストリクト9、タンジョンパガールだとディストリクト2、ノベナだとディストリクト11のような感じです。リバーバレーロードのように長い道だと途中でディストリクト9からディストリクト10に変わったりするので注意が必要です。 シンガポールのコンドミニアムはスタジオタイプを除いてリビングダイニングのスペースがありますのであとは必要な寝室の数どれぐらいの広さが欲しいのかを入力してサーチしますバルコニーなどが欲しい場合はキーワードに入れてサーチしてもいいですがバルコニーがあっても広告に書いてない場合はサーチから漏れることになりますまた時々ノーバルコニーなどの表記があってもサーチに引っかかりますので注意しましょうバスタブに関しても同様です広さはスクエアフィートで書いてあります 1000スクエアフィートで92平米くらいですので平米に直す場合は一桁取って9掛けぐらいと覚えておきましょう本と違ってバルコニー部分やエアコンの室外機が置いている場所なども広さに換算されますので実際に広さは日本の平米数よりも少し狭く感じると思います目安ですが普通の日本人の方ならワンベッドで600スクエアフィートツーベッドで1000スクエアフィートスリーベッドで1300スクエアフィートを超えてくるとまあまあ広いなっていう感じがすると思います 他の概念は個人差があるので、何とも言えませんが、日本の一般的なマンションと比べてという意味です。契約期間は通常2年間で会社契約や個人契約ができます。オンラインでサーチしていると、アンファーニッシュトやパーシャリーファーニッシュト、フーリーファーニッシュトという言葉が出てくると思います。アンファーニッシュトは新築物件に多いかと思いますが、カーテン、ライト、エアコンなどはついてきます。カーテンやライトがビューイングの時についていなくてもつけてくれます。 パーシャリーファーニッシュとはアンファーニッシュの状態に白物家電が付いている場合です。こそでいう白物家電とは洗濯機、冷蔵庫、乾燥機になります。乾燥機がないこともありますが、シンガポールには雨季があるのでない場合はリクエストをした方がいいかもしれません。フーリーファーニッシュとはパーシャリーファーニッシュとの状態に家具も付いてくるということになります。ステップ3は実際のビューイングです。数件に絞ったら実際に物件を見に行ってみることをビューイングと言います。テナント側のエージェントさんが オーナー側のエージェントさんに連絡を取ってビューイングのスケジュールを決めてくれますまだその家に今のテナントが住んでいる場合はビューイングが夜や週末になることもあります実際にビューイングに行くときは玄関で靴を脱うことが多いですが全てのユニットがそこまで綺麗なわけではないので足の裏が真っ黒になることもあります気になる方は簡易スリッパなどを持っていきましょうユニットを見る際に気をつけることの一つに方角があります シンガポールでは季節によって北から南、南から北へと風が吹きます。なのでリビングの窓が北向きや南向きだと風通しがいいので好まれます。東向きだと朝日が入ってくるので朝明るい感じになります。西向きはアフタヌーンサンと言って午後に西日が入ってきて部屋が暑くなるので嫌われる傾向にあります。また自分のユニットのすぐ前で新しいコンドミニアムの建設が始まりそうもしくはもう始まっているという場合は 始まると2年間は騒音、ホコリなどは避けられないので注意しましょう低層階は飛んで入ってくるカーなどの虫は入ってきやすくなりますゴキブリ、アリ、ヤモリなどは高層階でも避けられません自分の家の中にダストシュートがあり低層階に住んでいる場合は上の人のゴミがすべて B1 に着地するという形になっていますのでゴミ集積所が近いということになりますダストシュートは毎日掃除されますが嫌な人はいるかもしれませんね 廊下の共用部分にダストシュートが付いている場合は低層階でも関係ありませんちなみによくダストシュートからゴキブリが入ってくるから外付けがいいと言われる方がいらっしゃいますだけどそんなにうようよと入ってくるわけではありません、まあ、たまに入ってくる音があるかもしれませんが家の中にダストシュートがあるのは24時間いつでもゴミがすぐに出せてめちゃめちゃ便利ですよ私はダストシュートは家の中派ですそれでは次に契約のプロセスに行きましょう ステップフォ4はレターオブインテント、LOI の発行になります。気に入ったユニットが出てきたら、一番契約したいユニットに LOI、レターオブインテントという書類を出します。LOI とはテナントからオーナーに対するオファーのレターになります。いつから、何年契約で、いくらの家賃でどういう条件で借りたいかという旨を書面で伝えます。この書類はテナント側のエージェントが作成します。LOI は一件ずつしか出せないので、まだ迷っている場合は絶対に出してはいけません。 LOI には、家賃1ヶ月分に相当するお金を一緒につけて提出します。オーナーがテナント側の条件をすべて飲んだにもかかわらず、テナントが借りないと決めたら、その1ヶ月分のお金は戻ってきません。双方が合意に至らず、交渉が決裂した場合は、そのお金はもちろん返却されます。LOI には、ウィッシュリストと呼ばれるテナント側からの要望を入れます。ここが一番大切なところなので、注意しましょう。ウィッシュリストには、1、 何か足すもの例えば「ソファーを入れてほしい」とか「天井線をつけてほしい」とかっていうものを書きます。2「2何か取り替えるもの」「冷蔵庫が古いので取り替えてほしい」などを入れます。3「3何かどけてほしいもの」「例えばシングルベッドが置いてあるけれどもいらないのでどけてほしい」というようなことを入れます。4「4きれいにしてほしいもの」「例えば壁を塗り替えてほしい」とか「大理石の床を磨いてほしい」 みたいなことを入れますもちろん要望が多いとそれが家賃に反映されることになります LOI を提出してテナント側とオーナー側の交渉が終わり双方が合意に至った時点でそれを叩き台にしてテナシーアグリメント TA を作りますステップ5はテナシーアグリメント TA の作成ですこの TA がシンガポールでの正式な不動産契約書になりますこれは政府にも登録する書類ですのでもちろん法的な効力を持ちます TA にテナント、オーナー、双方がサインをして二ヶ月分の家賃にあたるお金をつけてオーナーに提出しますこの二ヶ月分の家賃にあたるお金は契約が終了するまでオーナーが保管しておく敷金になります契約終了時に何も壊れておらず状態が元の状態に保持されている場合は全額返金されますステップ6は印紙代の支払いですこの TA はシンガポール政府に登録されますその際の印紙代は テナント側が支払うことになります。印紙代は2年契約で家賃24ヶ月の0.4%で契約時に一度払うだけです。最初に LOI を提出したときに渡した1ヶ月分の家賃にあたるお金は最初の月の家賃に変わります。シンガポールのレントは常に前払いなので2ヶ月目からの家賃を2ヶ月目が始まる前にオーナーに払うようにしましょう。オンラインバンキングを利用して毎月同じ日に 自動支払いになるように設定しておくと払い忘れがなくて便利ですステップ7は公共料金の口座開設です初めてシンガポールに来る方は電気、ガス、水道の契約が必要になりますがこれはシンガポールパワーという会社で一括契約ができますそのアカウントはテナント側のエージェントさんが作ってくれますデポジットはテナントが払う必要があるので用意しておきましょう なお電気に関しては民営化されたので他の会社で契約することもできますがこれは後で変えた方がいいかもしれませんねステッッップ8ははイインンンタターーーネネトトののの契契約約ででです。インターネットのブロドドバンド契約は自分ししななけければいけないので調べておきましょう。エージェントさんによっては知り合いのセールスマンがいたりして紹介してくれることもあるので聞いてみてもいいですね。ブロードバンドの設置は時間がかかることもあるので TA の登録が終わったら早めに手続きした方がいいかもしれませんね。 ただ設置ができるのは契約開始日が始まってからになります。ステップ9はハンドオーバーです。ハンオーバーとはその不動産の鍵の受け渡しをすることです。通常契約が始まる日にハンドオーバーをすることが多いです。ハンドオーバーの際はすべてのドア、窓、キャビネットの扉などがきちんと開閉できるか、電化製品やライトはちゃんと動いているか、屋や壁などに目立った傷がないか、シャワーのお湯はちゃんと出るか、バスタブがある場合はお湯をきちんと貯められるか、 などを細かくチェックして、問題がある場合は契約開始日から1ヶ月以内ならオーナーが自費で直す責任があるので、しっかりと確認しましょう。目立つ傷などがある場合は写真を撮って記録に残しておきましょう。これもテナント側のエージェントがしてくれますが、中には大雑把なエージェントさんもいらっしゃいますので、記録を残しておきたい部分を必ず指摘して、しっかりとその時の状態を残すようにしておきましょう。 TA にはテンプレートがありますのでオーナー側のエージェントが作ったとしてもそれほど違ったものが出てくるわけではありませんただ注意しなければならない項目がいくつかありますそれに関しては次のビデオで説明したいと思いますのでチャンネル登録をして見逃さないようにしてくださいねまた良い不動産エージェントを知らないという方は私に直接メールをいただければ私がいつもお世話になっている信頼できるエージェントさんをご紹介い TwitterInstagram メッセンジャーなどで直接ご連絡ください 詳細については概要欄をご覧くださいね。次のビデオでは、テナンシアグリーメントの要チェックポイントを説明します。それではまた次のビデオでお会いしましょう。このビデオが役に立ったと思われた方は、ぜひ高評価、コメント、シェアリング、チャンネル登録をよろしくお願いします。